別ミサラカ人の女性、別ミサラカ人は、マダガスカルの民族。主に、マダガスカル、東沿岸、トアマシナ州に住む。マダガスカル人口の15%を占め、メリナ人に次いで2番目に、大きな民族である。言語はマダガスカル語を話す。焼き畑による稲作を中心とする農業や、漁業を、主な生業とする。別ミサラカとは、 離れられない多くの人々という意味である。別ミサラカ人が民族として成立したのは18世紀前半、英国人海賊とマダガスカル人との間に生まれたと、称するラツミラフという王が、マダガスカル東部沿岸を統一し、別ミサラカ王国を建国して以後である。当時この地域では、奴隷交易が盛んとなっており、トアマシナなどいくつかの交易都市が生まれ、 その貿易利権をまとめるために、都市同盟的な性格を持つ、別ミサラカ王国が誕生した。ラチミラフの死後王国は分裂し、ヨーロッパ人や内陸部のメリナ人の攻撃により、崩壊したが、別ミサラカ人はその後も、同族意識を持ち続け、民族として存続した。 目で見る世界の国々7マダガスカル MM ロジャース著、草の厚し役1991年4月25日初版国土砂 P40 朝倉世界地理講座アフリカに池谷和信佐藤蓮也、竹内新一編朝倉書店2008年4月 P818 ありがとうございます